赤穂線。赤穂線は、兵庫県愛宵市の愛宵駅と岡山県岡山市、中区の東岡山駅の間を、瀬戸内海に沿って結ぶ西日本旅客鉄道、JR 西日本の鉄道路線、地方交通線である。起点の愛宵駅、終点の東岡山の両端で、山陽本線に接続している。山側を走る山陽本線に対して、 道路線は海岸近くを走るが、実際に車窓から海が見える箇所は非常に少なく、西西で最も海が近くに見える。山陽本線が複線で特急列車や貨物列車が走行するのに対し、道路線は全線単線のローカル線となっている。この打ち合いをいばは交換が旅客営業規則の定める大阪近郊区間及び JR 西日本の アーバンネットワークに含まれ、朝夕には、京都、大阪、神戸方面から新快速などが、番州、阿蘇まで乗り入れる。愛おいび全福化館は、JR 西日本近畿統括本部、倉庫東、岡山間は、同社岡山支社が管轄している。ラインカラーは、岡山支社の幹色を独自で設定していたが、2014年度から、路線記号の導入に合わせて、 アイオイ駅番州アコ駅間でも JR 西日本としての公式なラインカラーが設定されることになり、ラインカラーと路線記号としてアイオイ番州アコ間に青 A が設定され、2015年3月のダイヤ改正より本格使用を開始した。これに加え、2016年3月26日からは、岡山支社でも路線記号と新たなラインカラーが導入され、 岡山側の区間に赤色 N のラインカラー路線記号が設定されている。この対象区間は岡山市社側は赤尾線の列車が乗り入れる山陽本線の東、岡山岡山間を含む総合岡山間、岡山市社間内区間としているが、2016年4月に更新された公式サイトの全線路線図では、天が岡山間、青色の A の区間との境界は、 万州阿光が対象とされており、天名並びに備前福外の運賃が含まれた駅示せ運賃表、近畿統括本部、岡山支社ともでも同様の措置が取られている。その一方で、天名並びに備前福外に設置された駅刑事時刻表でのシンボルでは、万州阿光伊と同様に青色の絵が表記されおり、両支社の表現が混在している。前線が、 IC 乗車カード、愛国カエリアとなっており、全駅で利用できる。2013年、平成25年3月16日のダイヤ改正をもって、番州阿古を境に運転系統が完全に分断され、全線を通して運転される定期列車はなくなっている。ただし、全列車型線区に直通運転するため、阿古線のみを走る定期列車は設定されていない。 山陽本線、東海道本線、JR 神戸線、JR 京都線、琵琶湖線の姫路、神戸、大阪、京都、前原方面などと直通運転する新快速、普通、JR 神戸線、JR 京都線区間の西明石高月間は快速が運転されいる。日中時間帯は、姫路番州は高間を運行する普通は1時間に2本が運行されている。 アイオで、山陽本線、アイオイ上氷、岡山方面普通列車と連絡している。朝ラッシュ時の上り番州阿コ発と夕方の下り番州阿コ行きは新快速のみである。新快速は、阿コ線内を含む姫路番州阿コ間は各駅に停車するが、種別表示は新快速のままである。 新快速の阿コ線直通運転は2005年3月1日から2016年3月25日まで日中にも行われ、姫路晩州は交換の普通と交互に1時間に1本ずつ運行されていた。以前は朝に、備前片上初舞原駅という型に、大阪発備前片上駅の快速、大阪発は、須磨、樽ル舞子は通過が1日1本ずつ設定されていたが、 2000年3月11日のダイヤ改正で廃止された。最大8両編成で運転されるが、時間帯によっては4両編成の列車もある。毎年秋には、阿光市内小学校連合の修学旅行列車が運転されている。以前は165系、167系12両編成が使用されたが、最近は117系12両編成が使用されている。 2004年の修学旅行輪には221系の両編成、また2007年の修学旅行輪には223系2000番台の8両編成が使用されていた。なお、西あよい、佐古市ではホームが8両分の長さしかないため、後方4両がドア締め切り扱いとなっている。すべての列車が山陽本線の岡山まで直通運転しているが、 2018年3月17日ダイヤ改正時点では、さらに、岡山を越えて、山陽本線倉敷、福山、糸崎、三原発に、列車、白尾線日中高橋、新見発着列車、信号発、平日、土曜日のみ、日曜日宿日は、新見発列車、瀬戸大橋線、小島駅が設定されている。日中は、 岡山方面から晩州阿古折り返し列車と、長船折り返し列車が交互に運行されており、1時間に1から2本の運行となっている。朝晩には日清、日生備前型紙駅や西大時を始発、終点とする列車もあり、日生備前返上で夜間退泊する列車がある。2004年10月16日のダイヤ改正からは、一部の列車で、 ワンマン運転が行われている。朝4.5往復、うち2往復は、おさ船発着と、夜の日生駅は6両、ワンマン列車は2両、それ以外は3.4両編成での運転である。国鉄時代は、京都、大阪方面番州阿光間の列車と、姫路阿光線経由岡山間の列車の組み合わせで、それ以後から2004年10月15日までは、あいお州阿光間の列車と、 アイオイアコウ先岡山間の列車組み合わせであった。アコー線の列車は、アイオイ島と東岡山伊勢の駅での誤乗を防ぐため、行き先板を赤い地色としていた。番州アコウ岡山間を運行する普通の大半は、姫路番州アコー間の普通との接続を考慮したダイヤ編成になっている。アコ線全線を直通する列車は、2013年3月15日まで、 夜に上り一本のみ、備中高橋発姫路行き 1936M 列車運行されていたが、翌3月16日のダイヤ改正で、番州阿公行きに変更され、これをもって阿公線は、番州阿公で完全に運転系統が分断された。毎年10月第3土曜、日曜日には、伊部周辺で、備前焼き祭りが行われる。祭りの開催日には、 岡山方面からの長船泊まりの列車を日生や備前型紙まで臨時に延長を運転している。夜間を中心に、山須その区間が多いかかと伊藤では鹿などの小動物と列車が接触し、列車が遅れることがよくある。そのため、JR 西日本では頻繁に小動物が出没する箇所には弱い電流が流れる、電気柵を設置し対策に乗り出している。 前線にわたって JR 貨物が第二種鉄道事業者となっており、西浜という貨物駅もあるが定期貨物列車の設定はない。かつては西浜駅放電駅間でセメント輸送を行う貨物列車が一応往復設定されていた。現在は大物車を使用する変圧器輸送列車が西浜駅を発着するのみである。乗客は 姫路方面と岡山方面に向かって増加するが、一部の新快速の始発駅でもある番州阿公への流動も見られる。日生などから番州阿公へ県境を越えて、買い物や通院する乗客も多い。青春18切符の通用期間中は、山陽本線の愛い岡山が激しい混雑となるが、そのような場合でも阿公線はそれほど混雑しないので、混雑回避に利用できる。 赤江線の相よ、e、から東、岡山間の距離は山陽本線の道区間と比べると 3.2km ほど短いが線路規格が低く速度が出ないこと、単線のため列車交換があることから山陽本線経由に比べて約30分所要時間が長なる。関西圏岡山の移動の補助的な役割を持った路線だが山陽本線の相よ、e、岡山間を直通する。 列車が少ないため、時間帯によっては、阿光線を経由した方が、後続の山陽本線経由の列車よりも、先切る場合もある。すべての旅客列車が電車で運転されている。貨物列車は、電気機関車兼員である。改正鉄道付設法86号、兵庫県宇根より、岡山県伊部をふて、最大寺付近に、イタリル鉄道及び、阿光付近より、 分岐して名場付近に、イタリル鉄道に該当する。山陽本線は、山陽道に沿って建設されたことから、船坂峠、上郡駅三石駅間という難所を抱えることとなった。阿光線は、山陽本線の輸送力を補う大体、バイパス線として、計画、建設された路線があり、戦前の新幹線計画である、弾丸列車計画では、阿光線に並行して、 同幹線を建設する予定であったと言われる。また、同線の予定線上には、阿公寺県をモデルとした芝居の中心蔵で有名な阿公藩五万国の元城下町である阿公市と天下の記載として知られる最大寺会費が開かれる最大寺の門前町として転した最大寺市があり、阿公線が開通する以前には、これらの町と山陽本線を結びつけるために、 宇根駅番州赤江駅間の赤江鉄道と、最大寺駅、高楽園駅間の最大寺軌道、後の最大寺鉄道、両備バス、最大寺鉄道線という二つの軽便鉄道が計画され、大正時代までに開業した。これらの鉄道の存在は、蒸気の改正鉄道施設法にも影響を与えている。昭和初期には、山陽電気鉄道の前身である。 宇治川電気電鉄部も阿を、片上、西大寺を経由して、岡山に伸ばす構想を持っていたが、当時の鉄道省により、商船予定線との並行路線という理由で、延べ自体が却下され実現しなかった。その後、宇治川電機から独立した山陽電気鉄道は、1937年に建設が開始された日本製鉄広畑製鉄所への通勤客の輸送手段として、 阿ボシ線を1941年7月に開業させた。戦後は阿保支線を延長する形で、1952年に電鉄阿保支駅から阿光市場仮屋までの路線付設免許を取得したが、社会情勢の変化に伴い、1971年までに免許を返上した。阿光線の建設予算は1936年。 昭和11年の帝国議会で承認され、1938年には、名場駅、現、愛い駅から、あこ方面に向かって建設が開始された。その後、太平洋戦争の激化に伴い、工事は中断された。戦後、再着工され、1951年12月12日に、愛い駅、万州あこ駅間が開業した。線と鉄道の並走区間は、 佐古市駅、番州は公駅間だけであったが、千佐川に沿って、宇根駅に出る阿光鉄道では、姫路、神戸、大阪方面へは、遠回りとなることから、前日の12月11日で全線を廃止した。その後も工事は西に向かって続けられ、1956年には、日生駅へ、1958年には、伊部駅へと、延伸、1962年には、 東岡山駅までの全線が開業した。両備えバス、最大自鉄道線は、経営状態は良好であったが、自社路線に並行して、阿光線が開業したことにより、全線開通直後の9月7日に廃止された。この間、1961年には、愛イ駅番州阿光駅間が電化されている。しかし、阿光線が全通した時点で、並行する山陽本線は、 電化が完了し、輸送力の増強が図られた一方、阿光線自身は単線で、かつ一部区間が非電化での全通であったため、当初想定されていた、山陽本線の輸送力を補う代替路線ではなく、地域住民のためのローカル線という存在での開通となった。その後、阿光線も1969年に全線が電化されたものの、現在に至るまで、 ローカル線という存在に変わりはない。ただ、山陽本線が事故や災害などで普通になった時の迂回路線として活用されたことある。それでも、山がちな山陽本線の平行区間に比べると、阿光線は海岸沿いで比較的人口が多く、全通当時沿線に阿光市、西大寺市の二つの市を抱えていたことから、全通翌年の1963年4月から急行 第線が道路線経由に変更され、仙外では、番州阿光駅、西大寺駅の両駅に停車した。1969年の全線電化以降は、自動車急行に代わって、電車急行の和芝、友の角一往復が道路線経由に変更され、日生駅、備前片上駅の両駅が、新たに停車駅に加わった。翌1970年10月の線電化で、 道路線経由の友の運転区間が呉駅まで延長されて列車名も秋となった。これらの電車急行は1972年3月15日の新幹線岡山開業によって廃止、減便を余儀なくされたが、急行、つくしの位置往復を道路線経由に変更して道路線を経由して大阪と山陽、九州方面を結ぶ優等列車の運転を維持した。 しかし、1975年3月10日の新幹線博多開業とともに、つくしも廃止され、それ以降定期の優等列車は設定されていない。便宜上、両端部の全列車が乗り入れる山陽本線、姫路駅、愛尾駅、及び東岡山駅、岡山駅間も合わせて、記載する。赤江線の途中駅のうち、番州赤江駅と西大寺駅は、 JR 西日本直営駅。西あよ駅と佐古市駅は JR 西日本交通サービスに、日清駅、さ佐船駅、奥駅は JR 西日本岡山メンテックにそれぞれ受託された業務位駅である。それ以外の駅は簡易委託駅もしくは無人駅である。なお、伊部駅は簡易委託駅として扱われるが、平日のみ。 周辺の簡易委託駅を管理する営業管理室で JR 西日本直営の緑の窓口が営業している。赤穂線のあよいから東岡山間は山陽本線、山陽新幹線を含むとの選択乗車区間になっている。山陽本線経由の乗車券を持っていれば赤穂線に乗車でき途中下車もできる。かつて赤黄線に前述のように 優等列車が設定されていた際、山陽本線経由の乗車券でこれらの優等列車に乗れる特例があったが、現在ではこの特例は廃止されている。代わりにこの区間は1985年4月から選択乗車区間に指定された。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。